皮膚の中の樹状細胞樹状細胞は抗原定時細胞として機能する免疫細胞の一種であり、哺乳類の免疫系の一部を担っている。皮膚組織をはじめとして外界に触れる鼻腔や肺、胃、腸管に存在し、その名の通り周囲に突起を伸ばしている。表皮の樹状細胞はランゲルハンス細胞と呼ばれる。抗原定時細胞は自分が取り込んだ抗原を 他の免疫系の細胞に伝える役割を持つ。抗原を取り込むと、樹状細胞は活性化され、リンパ節や脾臓などの二次、リンパ機関に移動する。リンパ機関では取り込んだ抗原に特異的な T 細胞を活性化する。この活性化は非常に効率的であり、T 細胞の活性化において、樹状細胞はマクロファージュよりも優れている。 初期の樹状細胞は抗原を取り込む能力を持った末梢組織の状態であり未熟樹状細胞と呼ばれる。その後、リンパ節に移動し B7 分子を発現して T 細胞を活性化する能力を獲得するとともに抗原を取り込む能力を失った樹状細胞を成熟樹状細胞と呼ぶ。また、マクロファージが一般に持っている FC レセプター及び C3 ビットに対するレセプターについて、一般に未熟樹状細胞は FC レセプターを持っているが、しかし、成熟樹状細胞は FC レセプター、よび C3 ビットに対するレセプターを持っていないとされる。また、リンパ節に入ると、樹状細胞は、ケモカイン CCL18 を分泌して T 細胞を誘引するとともに、 接着分子 DC サインにより T 細胞と強く結合するようになる。この状態における成熟樹状細胞はその形態から相互連結細胞細胞とも呼ばれる。樹状細胞は発現している表面抗原分子によって様々なサブセットに分類される。1973年、カナダの免疫学者、細胞生物学者、ラルフ・スタインマンは マクロファージとは異なる大型正常細胞を発見し、樹状細胞と命名した。この功績により、スタインマンは、2011年、ノーベル生理学、医学賞を受賞した。パラム、ピーター、エッセンシャル免疫学、笹月武彦メディカルサイエンスインターナショナル、2007年。宮坂正幸、小安茂雄著、標準免疫学。 2016年2月1日第3版、第2冊、20ページ、樹状細胞のフェノタイプと、免疫染色法、独協医科大学解剖学マクロ講座、松野健次郎3ページ目、2020年4月18日に、閲覧。小山二郎、大沢俊明著、免疫学の基礎第4版、東京科学導入、第4版第5冊2013年8月1日発行。 105ページ、市民公開講座2018万223、体を守る免疫の研究。うるしぎしゅんさとし。2021年3月30日閲覧。ありがとうございます。